はい、どうも皆さん、こんばんは。ザンと申します。今回、ぷよぷよテトリスでですね、ぷよぷよリーグの方ですね、久々にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、こっち全然座ってないんでね、もう前回もなんか検証みたいな企画でやったんだけど、まあ、意外と、前回待ちしてたんでね、まあ、今回も普通に待ちするんじゃないかなと思うんで、まあ、とりあえずやっていこうかなと思います。レートは1598ですね。いや、ガチで座ってないからな。まあ、どこまで上がるかわかんないけど、まあ、あと最近ぷよぷよも実はね、あんまりやってないっていうね。で、まあ、久々にちょっと気分転換にやろうかなと思います。では、やっていきましょう。本編どうぞ。俺にぷよぷよやるなってか?さあ、待ちしました。ゆうすけさんですかね。本当に待ちしてくれたかな。よろしくお願いします。押したね。やっていこうか。1409ぷよ5段。どれぐらいに実力なんだろうな。ぷよスパンさんだと。まあ、やっていこう。さて。まあ、普通に GTR 組んでるかな。って感じでね。やっていくんだが、どうすかね。あ、ちょっと。怖いなぁ、俺の形が。そこ振るのか。なるほど。そこ振っていく。さあ、連サビ俺入ってるのかがよくわからない。さあ、ゴリ伸ばししていこうか。まあ、こういう感じでね。いや、もう打っちゃうかな。どうしようかな。いや、打ちたくないな。いや、打っちゃう。いや、あんまりね、レアがない。まあ、9連鎖、8連鎖ぐらい。いや、8連鎖ぐらいかな。9あるわ。いや、10あるわ。いや、ダブルか。あ、10連鎖あったわ。さあ、全然連鎖、計算ができていない剣についてということで。さあ、ご愛嬌ということだが、ここは刺さってくれる。オッケー。いいっすね。まあ、4849だから。まあ、可もなく、不可もなく、みたいな。こんな感じかな。これ、フロン積みでいこう。フロン積みもね、普通にね、強いからね。おすすめっすよ、つってね。さあ、後ろが道化しになるような形。さあ、ただ、ちょっと発火が遠いね、僕。僕、発火が遠いので、そこ注意っていう感じだが。さあ、潰されていく。潰されるとなかなか厳しい状況だが、一旦2連で削っていこう。削って。ただ、まだ僕、本戦ないので、やばいっすよ。本戦ないので、細かくね、やってきた。相手はまだ本戦ない。打っちゃおう。さあ、刺さっていく。オッケー。ちょっとね、頭の伸ばしがね、できない形だったんで、そこはちょっと良くなかったですね。まあ、とりあえず勝ったからいい。オッケー。よし、次行こう。さあ、もしもし、ミーくんだおさんですね。よろしくお願いします。リーグ昇格チャンスですか?こう、しっかりとね、万人していきましょうか。よろしく、お願いしますと。よし、行くぞー。まあ、これはまあ、普通に。GTR かな。ぬるっと、組んでいきますね。さて、まあ、座布団だったり、なんだったり、押し込んでいきまして。どうかなー、これ。さあ、これが割と、痛いのかどうなのかって感じだけど。まあ、とりあえず、キープ用は、もうすでに乗せちまってるんで、いやー、撃つか。撃っちゃおう。あ、めっちゃ暴発してる、後ろ。でも相手、本戦ないんで、もう、これはさすがに勝ちましたね。さあ、暴発に気づけてないあたりが、もうだいぶね、ぷよぷよサボってるっていうとこ、バレてしまう。そんな感じですね。よし、まずは一本取っていくと、まあ、今の連鎖にしては3万7000あんのか。まあまあまあ消えたからな、ぷよ自体は。ぷよ量自体はね。まあこれは新 GTR でいこうかなーって気もするが、どうすっかね。まあ普通に、組んでいき、あ、ミスった。あ、やべ、やべ。あ、でも逆にこれ刺さんじゃね?逆に刺さんじゃね?やらかしたけど、逆に刺さってくれるのでは?これ。あ、刺さってますね。刺さってるが、まあその後注意。よし。勝ったから OK。怪しい。怪しいぷよぷよしている。さあ、飯山ご乱心さんですね。よろしくお願いします。1483ね。ここもね、しっかり勝っていきたいですね。さあ、よろしくお願いします。まあ、あ、これ不機嫌でいくか。不機嫌 GTR。まあ、僕ね、不機嫌 GTR あんま得意な方じゃないんですけど、まあ、最大連鎖は割と出やすいイメージはある、個人的に。個人的にね。ここ。要注意みたいな。まあ、何を言ってるのか。よくわかりませんが、単発打っちゃうか。単発打っ
で、相手も単発返してきてる。さあ、どうしようかな。青がめちゃくちゃ欲しい状況なんだが、どうすかね。打っちゃうか。ちょっと打たされた感じはあるが、まあなんとかなるだろう。後ろはなんか産業廃棄物になりかけてるけど、これ実はワンチャンいろいろ消えてくれるんじゃないっていう説があるが、産業廃棄物でした。でも勝ったから OK! よしよしよしとね。さあ、ここはね、まあ一番組み慣れてる、まあ GTR をね、まあ、ぬるぬるっと組んでいきましょうか。さあ、こういう感じにね、まあ連サビなんだり入れてあげて、まあ黄色も消えてあげるにしてあげて、うん、で、これ若干ミスってて、どうしようかなぁ。まあなんかしてあげたいな、ここ。なんかしてあげたい。ちょっと動かしたい。ちょっと動かしてあげたかったが、まあ、そんな、いい感じでもない。相手本戦ってきてるんで。さあ、しっかり吹き切って、本戦を発火していくと。あ、で、28,900 円ぐらいか。なるほど、なるほど。まあ、十分か。ああ、青俺の青バケ野郎暴発しちゃったね。これ良くないですね。さあ、GTR 組んでくよ。まあ、連サビはね、まあ、こういう感じにもしてあげて、みたいな。どうしようかな。まあ、これ一回ちぎって。で、ここで黄色入れてあげると。どうしようかな。まあ、これ一回動かすか。2ダブの3。さあ、相手は本戦じゃなかったので、これは刺さるね。よし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 。さあ、これ野蛮なね。まだ2ダブの3と。まあ、2ダブの3だから正直ちょっと微妙なんだけどね。その、プラス1連鎖、3連鎖目がね、相手に積もを引く余裕を与えてしまうんでね。まあ、あんまり良くはない。でも勝ったからとりあえず OK! よし!良くない!さあ、マッチしました。いい山ご乱心さんですね。先ほどと。同じく連戦っすね。よろしくお願いします。よし。まあ、GTR でいいかなーって感じですかね。どうしようかなー。一回ちょっと単発っすか。微妙だから。形が微妙なんで、一回単発打つが、ちょっと待って、これ良くないな、形が。形が非常に良くないっすね、これ、僕。良くないっすねー、これ。どうしようかなー。ちょっと待って、本当に下手くそなんだけどね。本当に下手くそ。やばいやばい。どうしようどうしよう。これね、後ろの連鎖でも使っ、削れちゃう形になってるから、めちゃくちゃ良くないんだよなぁ。なので、なんか上で上部でゴニョゴニョしていきたいんだが、ワンチャン潰せれば、みたいなとこあったが、あ、でも相手結構崩壊してるから、ワンチャンなんとかなんじゃね、これ。質問量的にはこっちの方がね、たくさん消えそうなんで、なんとかなるでしょう。さあ、すっごいひどい形だったけど、一応9連鎖割った。まあ、微妙ですね。ええ。さあ、まあ、これも普通にね、まあ、GTR 組んでいく形にはなっていきますね。さて、ちょっと形が怖いが、俺のね、まあ、なんとかなるだろうというね。まあ、そういう期待を込めていきたいですね。とりあえず本戦は確定している。本戦確定している状態でどう立ち回っていくかってところなんだけど、とりあえず一回2連いっちゃって、その単発も打っちゃう。で、どうすっかな。まあ、一回、緑。あおっと、そこ振る。そこ振るのはだいぶしんどいが、まあ、一回削って、もう本戦いっちゃうか。一枚なんとかなるやろ。ああ、赤暴発するね、これ。赤が連サビに入らずに吸収されちゃった。まあ、ただ、まあ、10連鎖はあるので、まあ、ある程度の火力は期待できたかなという感じですね。さ、しっかりとここは勝ちをもぎ取っていく。いいね。もう一回だけ行こうかな。さあ、モさんですね。よろしくお願いします。有名プーラー。さあ、ここはね、格上なんで、
しっかり勝ちたいですね。レード美味しいよ、勝ったら。さ、よろしくお願いします。今回はね、しっかりと行商しながらね、やっていければなーというところで。どうだろう、相手は。まあ、とりあえず、適当に伸ばしていきまして、どうしようかなーって感じだが。まあ、一回単発、本戦僕確定しちゃってるんで、そこ注意。相手も細かくはやってくるとは思うので、まあ、そこに注意を払っていきたいが、さあ、僕ね、これ今、青一辺倒なんで、本戦赤が。ああ、もう打つしかない。さあ、相手はまだ伸ばしに行っている。さあ、これ連サビがね、僕ないんですよ。いつも噛み合わなくて。これ赤までしか消えないですね。さあ、対して相手は連サビ消えそうなんで、これ多分負けたね。これ無理っすね。余裕でかい。パラプンテ！なんか消えろ！残ったのは産業廃棄物でした。さあ、一本取られてしまった。さて。まあ、相手も普通に GTR を組んでますね。どうしようかな。まあ、こんな感じに入れてあげて。まあ、一回単発っすか。単発打って、本戦確定はしてしまってるが、単発打っちゃうか。さあ、相手大きめ2連だが、こちらもかなり大きめの2連は打つことはできてるので、まあ、なんでしょうね。なんでしょうねっていう。さあ、ここは8時来たんで、プラス1連して本戦発火していきましょう。さあ、どうする？まあ、ここからも、これ連戦守んないんだよな、俺。青までしか多分入らんねえな。さあ、相手は紫ハッカー。紫ハッカーを残していらっしゃるので、どういう感じかなと思ったが、まあ、ここは刺さっていくかな。オッケー。まあ、セカンドもね、ある程度、用意はできそうでしたね。さ。泣いても笑っても。これが、最後の勝負というか、まあ、そんなサムシングなんだが。どうすかね。さ、ちょっと形が微妙ですね。こちらが。こちらの形が微妙。微妙なのは怖いが、どうでしょう。まあ、一回単発挟むか。単発挟んで、なるほどね。そういう感じで来る。さあ、黄色が引ければというところだが、引けない。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。またお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。